あなたの生活にメロディーをちょこっとプラスするメロタス。このコーナーは気になる音楽を特集したり、実際に音を体験してみたり、曲をたくさんかけたり、音楽尽くしの20分間です。毎月第1週にはプラスギターをお届けしています。今年度最後の放送になる今日なんですけれども、茨城放送ではミュージックステート水曜日、今夜はラッキーナイトマシコフライデーでおなじみの作曲家でアーティストのマシコ達郎さんが登場です。こんにちは。あ、こんにちは、よろしくお願いします。よろしくお願いします。はい、どうもお願いします。今日はあのスタジオにギターも、ギターじゃん、ギターは私が持ってて、すみません、ギターは私が手元に持っていて、キーボードがね、はい、あるという。持ってきました。はい、持ってきましたよ。ありがとうございます。うん、もう、マシコ達郎さんというと、やっぱり一緒に演奏したいなって思うのは、うん、花水木ですね。はい。花水木なんですけど、平成で一番歌われた歌ということで、ダムのランキングで発表されましたね。うん。はい。ありがたいね。いや、だから、もう、日本の人でこの曲を知らない人はむしろいないんじゃないかと。そうだ、もう俺にしめて優秀な社員みたいなもんで、優秀な社員曲がそうだから本当ね、はい、ありがとうと毎日お水あげてますね、自分の曲に。あ、そうなんですね。本当感謝大事に大事に、はい、今もこの曲が生まれるきっかけというか、はい、どういう中で生まれた曲なんでしょうか。これはね、911のテロがあったじゃないですか、はい、あれの時にちょうどまだデビュー前だったんで、はい、当時の社長と飯を食ってたんですね、はい、居酒屋で、うん、したらお店の店主がラジオの音量をグッと上げて、そしたらそのツインタワーに、飛行機が突っ込んだって話をしてるわけ、はい、そんな冗談かと思うでしょその時、うん、でもどうやらこれ本当だぞと、こんなことあるのかなんつって、他のお客もみんなおとなしくなっちゃって、はい、みたいな、がっかりしちゃって、なんか俺も喉取んないし、食べ物飲み物もで、がっかりしてたら社長が、お前その気持ちを曲にしろと、ね、我々は自衛隊じゃないんだから、そこ行って何もできねえんだから、お前はお前と同じような不安な気持ちを持ってる人のために曲を書けって言われて、はい、で作った曲なんです、うん、まあ平和を願う曲ではあるんだけど、はい、人と世の花水木っていうね、タイトルもそうなんだけど、日本がアメリカに桜を送った返礼として花水木をアメリカから送ってもらってるっていう、そういうストーリーがあったりして、その辺ともこう深く関わっている曲なんだけど、反戦歌っていうことですね、まとめると。人とようさんが歌詞は考えられた。そう、うん、でメロディーを作ってから普通歌詞って書くんだけど、はい、これは俺と同時進行で作り始めたから。同時進行。そう、はい、で歌詞知ってる、知ってる花水木の、はい、結構変わってるじゃない、はい、うん、なんかいろいろな想像ができるなっていうような、なんか直接的な表現っていうよりかは複雑な感じがするかなっていう、うん、そうなのよ。なぜかというと同時進行でメロディーの球数を知らない中で歌詞を書くじゃない、はい、スケッチブック、うん、でっかいのにもう3枚ぐらいにガンガン書いてきて、その中から言葉を選んで俺が作った、メロディーに乗っけてった感じなの、はい、だから言いたいことはいくらでもあるけど、それをギュッとこう凝縮したのがあの歌詞になってて、なので、まあ、ちょっともしかすると不思議な歌詞なんだけど、まあ、気持ちはギュッと凝縮された、まあ、重いものというか深いものはあるのかなと思いますけどね。曲を作る上で花水木はどんなところをポイントに作っていったんですかね、うん、やっぱり人とよう自体が台湾とのハーフだったりするから、ミックスだったりするから、はい、ちょっと曲自体もちょっとこう和風というか大陸のイメージがちょっとした方がいいなっていうようなことはあって、これはまあこのね、こうやってちょっと和風じゃない、はい、確かに、そう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 、結構そうじゃないメロも好きなんで、サビいっちゃうとこのルースベーとか、これは普通入ってこないんだけど、うん、それがいろいろ混ざってるメロなんで、うん、だから純和風でもないし、はい、純アジアではないんだけど、なんかいろいろ混ざってる感じはするなと、うん、誰か聴いた時に優しい気持ちになれるような曲になればいいなと思って書いたのは、まあ、一番大前提にあったものですけどね、はい、うん、今回私その歌をですねギターで弾かせていただくということになるんですか。難しいんだよ。難しいですよね。ピアノで作ってる時ってギター超弾きづらいの。そうですね、だから曲聴いたら、はい、これ作曲家はどっちで作ったかすぐ分かっちゃう。あ、これはピアノ手動で作ったんだなとか。そう、ピアノの作曲家かギターの作曲家ってすぐ分かるぐらい、はい、やっぱピアノで作ると特徴があるんだよね、メロとかコードの乗せ方、はい、うん、それのいい例だね、これは花水木は。ギターに
カポをつけて演奏すると、うん、こうコードが割と簡単な押さえ方でできるという、うん、元々が E 調だけど、はい、それを D で弾いてるのをカポ2にして E に上げてるってことだね、はい、あ、そうです、なるほど、はい、うん、でもやっぱ難しいなっていうところがまさにサビ、サビの中難しいのあるでしょ、サビのところでベースベー、このベのところが定めにくいんですよね、4フレットの2弦と4弦、あ、違う、3弦と5弦、うん、5フレットの2弦と4弦を、うん、この4本だけ鳴らすっていう、うん、マイナー7フラット5だね、そう、これが難しくて、でもいい響きだと思わない、これがあの歌で流れるように、うん、ベースベーにいいのって今ちょっとなんか、うん、軽く弾けば定められるんですけど指を、うん、流れの中でうまくできない気がしてるんですよ、誰かと一緒にやるときって弦が全部鳴らなくてもいいわけよ、その弾きづらい音は はしょってもいいし、合わさったときにそのマイナーセブンフラット5になってればいいじゃない、はい、っていうことは D 調の曲で弾いてるじゃない今、はい、D でしょ、そのね右隣にあるもののマイナーを弾くといいんですよ、 D で弾いてるから E マイナーセブン一回弾いてみて、 E マイナー、そのときにポイントは太いとこから弾かない、そうそうそう、上4、高い方4本ぐらい、うん、それやるとほら、あるでしょ、そう、簡単じゃん、はー、うん、だから一人でやってる時はジャンジャンがやってる時はちゃんとベースの音が、はい、C シャープが鳴ってないと気持ち悪いんだけど、例えばピアノがいたらさ、これ弾いてくれてるから、だからこれの上に今の E マイナーが乗っかると勝手にここであなたと私で初めてのフラット5を奏でる、そういうことだ、意図せずも、そうなんだ、フラットファイブが、まあ、でもこうやれればあの歌はなんかこう滞りなくいけそうな感じがしました、うん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 、はい、そこだけがすごい不安だったんですよ、うんうん、これができないと益子さんせっかく来ていただいてるのに私サビでめちゃめちゃ間違えるみたいな、あとはA メロのあれじゃない、 A メロの進行あるじゃない、はい、ソーラを押し上げてくれてます、はい、それってサビもそれでいいの、本当は同じことやってるね、3、はい、そこだ、ちょっとおしゃれにしてるだけ、そこだけちょっと化粧してるだけで、やってることは A メロとサビ同じなの、うん、なのでそういう解釈で弾き語りで例えばストリートでやるのにそんなシャラクセーマイナー7フラット5なんかやってられるかって人はもうそうやってロックにジャーンってやるのもありなんだね、じゃあ実際に弾いてみたいと思うんですけど、うん、歌とかってどうでしょうね、歌い方のポイントみたいな、益子さんだからちょっと聞いてみようかな、これね入り口から結構難しいんだよ、はい、なのでそこから入り口だけ丁寧に出せば乗ってくるから、はい、最初踏み外すとちょっといろいろ大変じゃない、うん、なのであの歌い出しだけ大事に歌い始めればなんとかなると思う、わかりました、うん、じゃあちょっと歌い始めを丁寧にっていうところを心がけて実際に歌を歌ってみようと思います、うん、やってみよう、スリーフォすように。
素晴らしい。いやーすごい。あの益子さんのコーラスと邪魔しちゃったと思うんだけど。そんなことない。あの益子さんのコーラスがあることで結構伸び伸び歌えたところはあるかなっていう。そうね。はい。庭で裸足で最後。裸足で最後。駆け回ってた感じしてる。駆け回って。あとなんか割とコード間違えたんですけど。うん。全然気にならなかったですね。そうそう。そこがそれがやっぱ音楽の包容力、お互いのね包容力があると思う。今日は益子さんの包容力に甘えまくった。いいんです。そんな感じの花水木になってしまったんですけど。でもね、はい、あの歌心が出てきてね、これ難しい曲なんだけど、はい、なんか色っぽいブレスとかするし、なんか歌心がどんどん出てきてるなと思って。本当ですか？うん。ああ、
意外とあるんじゃん、シンガーソングライター菊池舞ってのは。え、ちょっと、うん、今年度まではいろいろなアーティストさんと一緒にこうギターのセッションをしたりとか、うん、っていうことで進めてきたんですけど、来年度からはちょっとシンガーソングライター菊池を目指したいと、すげえ思っていて、最初初心者の頃って弾いたコードのルートの音って言うんだけど、この A だったら A の音から歌っちゃうけど、君が僕の家に遊びに来てくれたらってやるじゃん。なんかそうじゃなくて、それを3度やったら A ってやるだけで、ラララララってやるだけで歌えないんだよね。なんでルートは基本外した方がメロっぽく聞こえる。よく初心者が、はい、あのつまんないメロになりがちなことはそういうとこがあるから、じゃあそのルートを、うん、例えば外すっていう感じでやっていくと、うん、ちょっといいメロディーができそうですかね。そうだ、あとはさ、コードが下がってくるんだよね、って3度上からね、はい、ねーねーでコードが下がった時に初心者は一緒に下がっちゃう、ねー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 ってやるじゃん、はいはい、これは逆で、はい、デルルルルデルデってやった方が、デルルデってやった方がメロディーになる。かっこいい。そだからその、はい、こっちに釣られない自由なあのメロを作る。コードに引っ張られすぎない自由なメロ。コードに引っ張られすぎない自由なメロを見出していくと。そういうことです。わかりました、はい。ちょっとじゃあ来年度からはそのあたりを意識して。うん。できる。できますか。うん。たいと思います。頑張ってください。ありがとうございます。今日は益子達郎さんと一緒に花水木を弾かせていただき、かつ、うん、来年度に向けたちょっと曲作りの一つポイントというか、うん、ちょっとヒント的に教えていただきました。はい、ありがとうございました。ありがとうございました。